はいどうも、編集企画担当のストくんです。今日は皆様から募集させていただいたあなたとアーティストのエピソードを発表させていただきたいと思います。本当にたくさんの投稿ありがとうございました。正直 2,3 個くらいかなって思ってたんですけど、予想に反して合計で50個くらいのエピソードをいただきました。感謝感激、雨ドクタースランプです。一部抜粋して紹介させていただきます。早速なんですが、ライブ関係のエピソードではアーティストが笑顔でファンさしてくれたりとか手振ってくれたりとかが多かったですね。ほんとすごいですよね。あれだけ大勢のライブ会場で目が合うとかって、それだけファンの一人一人に伝えたいっていうアーティストさんの愛が熱いってことですもんね。次に配信とか動画系のエピソードではコメントを読んでもらえたり、コメントにハートもらえたりとかが多かったですね。わかります。体は離れていても推しに自分の思いが伝わるってマジ奇跡。そして実際にそのアーティストに救われたエピソードも、ファンに救われたって言わせるアーティストは本物ですね。時には命まで救っちゃうんですから。あとは11歳です。将来の夢がなかった僕はストプリさんのおかげで歌い手という夢ができました。夢与えちゃったよ。さすがストプリさん、マジで応援してます。あとはでもやっぱいろいろなアーティストさんとのエピソードを分かりやすく文章とイラストで伝えてくださる大好きなチャンネルと出会えたことですかね。よせやい。という感じで、どれもこれも素敵なエピソードばっかりだったのですが、動画の尺や編集上抜粋してすみません。最後に僕が今回いいなって思ったエピソードを漫画調に再現したので、そちらをご覧ください。私はどこにでもいるようなごく平凡な中学生で、いつだって自分に素直になれないまま14年間生きてきました。ランドセルだって本当は茶色が良かったし、お母さんが喜ぶからってしたくもないピアノを一生懸命頑張ったし、家から遠い私立の中学の受験なんてわざわざ受けたくありませんでした。授業中寝てた子がノート貸してほしいと言ってきたらすぐに貸すし、放課後はカラオケに行くだけの男子の代わりに掃除をしたこともありました。それも全部自分の本音に関係なく期待されたことに対して答えられなかった時、本来感じなくてもいい罪悪感を感じてしまうのが嫌だからです。それに世の中には私なんかより大変な悩みを抱えている人がいると思ったら全然我慢できました。でもやっぱりどこかで自分が分からなくなっていく感覚は常にあったんです。そんな時、いつも通り自宅で YouTube を見ていると、面白いトーク配信や歌ってみた動画を上げている6人組のグループに出会いました。最初はなんか面白いことやってるなーくらいにしか見てなかったんですけど、たまに彼らの動画を見ると常に一生懸命で常に楽しそうで、私は自分っていうものがよくわからないけど、この人たちは自分っていうものがあるんだろうなーと勝手に憧れを抱き始め、推しもできたくらいにその推しが言ったんです。君は君なんだから、君以外は君にはなれないんだよ。しっかり理解することはできなかったその言葉がなぜか耳にこびりついて離れず、自分の中の自分が揺さぶられたのを今でも覚えています。何よりこれは他でもないいつも頑張っている姿を見せてくれる彼の言葉だからこそ私に響いた言葉でもありました。なんかどうでもよくなっちゃったな。それからというもののすぐに変わることはできていないけれど、少しずつ少しずつ自分の意思で断る回数が増えました。それもこれも彼らがその身をもって私に勇気をくれたからです。グループの名前はストプリ。今ではライブに行くほどそのグループが大好きになりました。出会わせてくれたことに大感謝です。はい、ということで今回いただいたエピソードを少し脚色して漫画上に再現したのが今見ていただいたものです。今後こういった風に紹介していくか、または一個一個紹介していくか、やり方は定まっていませんが、まだまだあなたとアーティストさんのエピソードを募集しているので、もしエピソードがある方は動画のコメント欄、または Twitter の DM、または質問箱に投稿してみてください。よろしくお願いします。と、あれ、まだ一通残ってた。当方アーティスト活動をしているものです。先日ファンが自分の家に泊まりに来ました。これは面白くなってきましたね。次回は2月11日金曜日に投稿予定です。それではまた、じゃね。本日の動画はいかがでしたか？もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。